フランダースの犬を思い出すね。めっちゃかっこいいこれ。俺のあそこはエレクトリカルパレードな。やっほーってことでですね、こちら来ました。どこかというと、まあ冒頭であったと思うんですけど、ここはディズニーシーの中にあるミラキョスタでーす。人生で一回は泊まってみたかった。はい、ということでディズニーランドとかディズニーシーの遊園地はね、もう小学校ぐらいの時にもう飽きちゃったんですけど、一回泊まってみたかったんですよ、このホテル。なんか想像力が強すぎて、なんか小窓のところに住みたいみたいなのあったじゃないですか、皆さんも。それが今叶ってしまいました。ということで、まあ、これからリア充の皆さん、まあ、僕は非リアだと思うんですけど、リア充の皆さんがこれから、ね、ここ泊まってみたいと思うように、ちょっと部屋紹介をしていきたいと思います。ミラコスさんの部屋紹介。しかもここ超スイートルームでーす。ということで、では、リビングから見したいと思います。待って、まずはね、こちら世界地図です。ミッキーの世界の世界地図。そして見てください、この葉も銀玉の形になってます。素晴らしい。じゃーん、開かずの扉です。そして今クリスマスなんですけど、まあ12月なんでクリスマスツリーがあります。この部屋にはツリーが2個あるということですね。見てください、この幸せそうな顔。テレビも置いてありまして、そしてヤシの木。そしてこんな感じです。こんな。すごい。天井もこんな感じで。こんなね、すっごい広い。そして、こちらソファーです。座り心地見てみましょう。うわぁ、うわぁ、すごい。待って、全然面白いこと言えなかった。ディズニーたちが冒険しております。わぁ、すっごいね。プルート、ミニー、モンキー、モンキーメス、デイジー、ミニー、トリッピー、ドナルドの息子たち、ジラフ。そしてこのフルーツもなんか絵に描いたような、これも全然食べれるみたいです。食べてみたいと思います。食べてみたいと思います。うん、いいフルーツ使ってる。ここがマジでやばい。ディズニーシー、やばくない？ちょっとね、見えづらいんだけど、ほら、ディズニーシーの中にあるんですよ。あの船見たことあるでしょ。そして行き交う人々たち、それを見下ろす俺。あの山、そして湖があってね、すごい。そして下を見下ろすと行き交う人々たち、それを見上げるプロタン。寝室へ行きたいと思います。では寝室開けてみたいと思います。
じゃーん。うわすっげー、これはすっごいディズニー感がめっちゃ出てる。知らんけどコロコロするやつが2つ、すごいですね。そしてこっちを見るとイケメン発見。見る、ど真ん中来た、すごいです、すっごい。そして下を見下ろすと行き交う人々たち、そしてそれを見下ろす、ほらそしてこちらが浴槽です。ミッキーが待ってくれてます。すっごい、うわすっげえな、ここ半端じゃないね。コップも3個ああ水もしっかり出ます。この並び方もドミノみたいな感じで、うわートイレだ、うわースポットライト浴びてる。えなんだなんだなんだ、近づくとまさかあかんのかい。開けたいと思います。すっごいよ、神秘的な、ディズニーと裏腹な、なんか神秘的な、いいバスルームですね。大理石で全部、まあてな感じで、まあ一つの夢を叶えちゃいました。ミラコスタ、まあ泊まってね、ディズニーには行かずに明日朝帰りたいと思います。そしてこちらのお値段、なんと一泊15万円です。はい、ということでね、まあ2ヶ月3ヶ月前ぐらいから予約して何度か取れました、15万のスイートということで、まあぜひね、まあ年1年に1回ぐらいご褒美としてはいいんじゃないでしょうかということでね、まあこれで終わるわけにいかないので、僕も今からはい彼女を呼びたいと思いますということで、じゃあお風呂入ってきますんで、はい、もしもし、あ、はい、あ、そうです、はい、あ、なめなめ学園見まして、ちょっとお電話させていただいたんですけど、はい、あ、クーポンとかついてますかね。あ、ありがとうございます。あ、はい、レオンちゃんって今日出勤してますかね。あ、はい、じゃあ今から40分後で、あ、お願いします。はい、ありがとうございます、失礼します。時刻今11時なんですけど、閉店もうして間もないんですけど、すごい景色です。ディズニーに誰一人いません。これ見れるってすごいね、マジでやばいね、誰一人いないからね、ここ。